試験的にやらせてもらっています。こっち行ったら竹部町か。炎上から竹部に抜ける道
なんですけど、炎上の道の駅の裏手にこの道があるんですよね。だから炎上手前のあの道の駅ですね、信号があるんですけど、それをね、曲がって竹部の方に向かっていくという道で、まあ、ずっと通っているわけなんですけど、全く車が来ません。対向車、後続車も来ない、なんかちょっとなるほど寂しい感じなんですけど、まあ、来てもね、またちょっと対向車来られると、ま、これも大変な道なので、まあ、なんとも言えないんですけど、一人でポツンと山の中を走ってるわけなんですけど、ちょっとね撮影してみました今回。紅葉シーズンがね、もう終わりに迎え、終わろうとしているわけなんですけど、このね、アスファルトの上に落ち葉が落ちて、まあ、落ち葉があるんですけど、まあ、場所によってはね、もう完全に覆いかぶさって、なんかアスファルト引いてんのかなみたいなね、感じになったりとか、道を見失ってしまうんじゃないかっていうぐらいのね、落ち葉の量があったりするんですけど、まあ、それだけ車も通ってないかつ、まあ、この落ち葉の落ちるスピードも速いということなんですかね、それだけやっぱり寒くなってるというわけなんでしょう。で、これを左に行きます。
すごい色鮮やかな紅葉が見えます、まあ、降りなくてもほんま十分に、楽しめるのかなと思います。あったりするのでちょっと定かではないんですけど、あそこに現れる時代ちょっとものすごいことなのかなって思うんですけども、何かとある駅前ですね、ハロウィンあったり、乱暴な運転でちょっと不幸なことがあったりとか、何かとある岡山駅前でございます。全国的にも珍しいんじゃないでしょうかね。ちょうどいいシーズンですね。落ち葉が、落葉ですかね。これから寒いシーズンに入るということで、
部駅に行って、今回はこの動画を終わろうかなと思います。もうしばらくですね。YouTube で上げてますので、ちょっと角度的に難しいので駅を撮るのは、まあ、ロータリーというか、まあ、こんな感じだということで今回終わろうかなと思います。それではまた、ありがとうございました。